グリーンビル広場、腰の島、おじいちゃん行きまーす。カオスシャクルだ。行くぞ。タップが兄貴で、セルフケアと逆境ある。何？アイテムアサリもあるし、あと1個はエイダのコミパークだね。なんだっけ？雲隠れ？最後1人になったらなんか、あれだよな、足跡とか出ないやつだね。雲隠れビル。あとアイテムあさりたいね。これ結構箱あさり、怖っ。キラかと思った。箱あさりする人が多いから、あれだよね。怖いよね。俺が拾うやつなくなってそうで。あれ？ゴスフェかこれ。静かすぎん？全然こっち来ねえ。まあ、ここはでも結構、捨てられるような気がする。キラやってても。発電機。あ、デススリだ。強化前に使っとこうと。まあ、ここは回せそうだね。なんかあっちの映画館側でやっててくれてるとありがたいけど。俺はこのまんま森側の方回すか。で、一応周り見てね。箱がないか。箱？まあ、この正面、ワンチャン地下あるから、そこで拾うか。あるわ。そこに。で、それやろう。箱開けたら。セルフィアだけど見つかりたいとは言ってない。お、今見つからなかったよね。今しかもあれアイアンメイデンのデススリじゃない。気のせいか。後ろ姿だけじゃちょっと分かんないな。まあ、箱開けへの。これでいいアイテムを拾いたいところ。あ、まあまあまあ、工具箱も悪くない。で、そこやろう。ここは多分やってもいいはず。ちょっと、クルコンさん、やめて、開けんの。箱開けんのやめて。コソドロあんのよ、俺。俺の数少ない。使えるパークが。あ、エイダやられてるわ。あ、でもやっぱそうじゃね。あれアイアンメイデンデス3じゃない。ナイス、上回った。いいよ。相手の遅延とかあんのかな、わかんねえな。とりあえず多分堕落はないと思う。やっからわかんないよ。まで釣りペア上がってきたら、あのキラーはお楽しみがあったとしてもたまってはないか。お伏せ殴ってるしね。あともうつけねえか、デスリーに。お楽しみ。つけられねえよな。逆境あるよ。俺マジで今回、パークいい。蹴った。戻れ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 。はい。これは戻らない。あ、この一周無理かも。いや、でもこっち側で回った方がいいか。見えねえ。見え、見え、ああ引っかかった。危ねえ。板までいけるかなこれ。あー、曲がる読み。まあ、これはしゃあない。でも俺セルフケアあるぞ。セルフケアで寸止め逆境いけるぞ。悪くない。なんかいいな、このセルフケアがある安心感って。なんかアイテムね、そこなんか入ってるよな、治療キットかなんか。あっち側に2人で、ラス1発電機。以上いけんのか。あ、なんか治療器持ってる。拾ったんだ。さ、大丈夫だ。見せつけだろうかな。セルフケアあるよー。あ、でもやっぱ単体だと遅い。ちょっと遠く行くか。
この人に見せつけるセルキアほどいいもんないよね。ボタニー欲しい。投げ。これエイダがやられたらまだわかんないぞ。ここマジで8000固まるからね。さあ追われてるのはビットリオ。これフルコンさんがまた救助だ。遅え、マジで遅え。100年かかる。ちゃんと寸止めにしてスキルチェックくんない。こういう時マジでスキルチェック来てほしくない。こっち来る、こっち、こっち来なさる。ワンチャン、ワンチャン来るか。大丈夫、普通に2壁してあげた方が良さそうな気がせんでもないんだけど。あ、ナイス。ちょっと上手くねえか、俺が待機してんのに。あれ結構どう。あ、これさすがに、さすがに間に合わない。あ、てか足押せ、これチェルチェル強制ついてる。足押せ。あっ、ちょっ、ちゃうちゃう、ちゃうやないっすか今の。今の、今の終わってるだろ。あ、助けてくれ、そこの人。あ、来た来た来た。おじさん、おじさん、おじさん頼む。おじさん危ない。開くんじゃねこれ。さすがにまだ、さすがにまだやな。ナイス。おじさん、おじさんナイス。まだ早い、ここでセルキアしたろ。俺たちが今開けるからな、頑張って回復してから。おじさん、おじさんきっともっと、あれなんだあれ、スーツロッカーに出たり入ったりしてる。あのおじさんは一体何をしてるんだ。こっち来てねえか。あー、やばいか。いや、これワンチャンこっち来るぞ。ある？うわっ！何だ？うわっ！おじさん、おじさん、おじさん、待って、おじさん、あ、ナイス、おじさん、ナイス、いい球場。さあ2試合目、アザロフの休憩所、おじいちゃん行きまーす。ミナカツ、ミガル、お、セルフィア、またある、突破、よし。フッカー界もワンチャン、墓開けちゃおう。あ、リーダーいる、近くに。どうだ、リーダーだ、この人。リーダー、ミカエラ。あれ、しゃあねえな。でも仕方ないな。これリーダーで早くなんねえのかな、早くなんねえんだ。おっそ、おい、集まってこい。これあの人見つからない方がいいな。レベッカ、レベッカ地下あるよ。あ、これレベッカ来たんじゃね、これ来てない。都会の生存、え、なんか連れてきてない、これ連れてきてないか。なんかめっちゃ走ってきたからワンチャン来てね、これ。やべ、貞子が来る。でもわざわざ見に来ないか。でもこの音うるせえよな。まさかのお茶会開始、嘘だろ。確か持ってきたの多分フルコンさんだよ。やるね、セーブル兄貴。セーブル本物やん。いや、いいね、これびっくりよ。えってなってる、これ一番いい。トラッパーだ、しかも。
なんか一瞬サザコっぽい音したような気したけど、あ、なんかまた衰弱してる。あれ、いや、あれ地下やんっていうか、ダブル衰弱。これちょっとフッカー界間に合わねえな。てか地下行かねえんだ。優しみ、優しみある。あれ、ミナカツってなんだっけ、味方回復してあげるとなんかなるんだよな、なんかなるっていうかバフが入る。あっち今一人見つけたから多分救助できる。足元怖え。あ、てか兄回復できねえって、回復できないのよあなた、あなたはね回復できないの、かわいそうだけど。あれ、ミカエラはなんで衰弱になったんだ。なんかそういうやつあんのかな、衰弱。あれ一人だけだもんね、衰弱になるのって、呼び出し。あれ、もともとから弱音だったか、ミカエラ。なんか元気な顔して治療器持ってたような気がしたんだけど、なんだろう。あ、強制苦行もしかして。なんか衰弱になるパークって強制苦行ぐらいしか思い浮かばねえ。あ、ぽいな、今消えたもんね。嘘だろ、おい、神パーク積んでんじゃん、強制苦行。これ、ウソンさんにあげるか。これあげるよ、これ。これ、回復できない。それをあげよう。これ、録画つけたいな。で、これ、マジ罠怖え。こっち側は罠ないかもしんないけど、反対側がマジでありそう。これ、二窓とかマジ終わってると思う、多分。怖いよね、こういうとこ。一応こっち側見とくか。あるわ。ダメージ罠じゃないこと祈ろう。それだったら強すぎる。突破あるけど、突破使えねえよ。あ、強制苦行。来た。もう絶対これ見に来るから。はい、仕掛け直して。一旦待ち？あ、あ、なんかラグ。なんかもがいてない？あれ、あの人2回目だ、普通に。耐えてるから多分違うはず。お、ミナカツあるぞ、ミナカツ。入れてやるよ。これで回復しいいの。こっちがつけたいよな、1台。俺の身軽が生かせるときは来んのか。ここらに1台ないか。この視点がね、この低くなるからトラッパー嫌やわ。シンプルに。シンプルに嫌やわ。で、ミナカツ、ミナカツが欲しいんか。あれ、ミナカツって回復してあげたらじゃなかったっけ。あ、違うか。あれ、なんだっけ、救助されたらだっけ。救助してくれた人にミナカツ入るんだっけ。もうなんか忘れちゃってこうか。なんかでもそんな感じ。とりあえず、初修理以外の、なんかバフが入るみたいな感じだったはず。こっち来ねえな。あ、いいよ、セブラ兄貴。ワンチャン突破ある。弱音マン。いや、でもこれ、まず呼び出し、刺さってるかもしれない。一台まず早いから、序盤の呼び出しは強い。チェイスはきついけど。最強穴じゃないから、解除しに歩くのはマジであり。これ反対側にありそう。あ、ないわ、ここ。でも足元が怖いのは何も変わらない。こっち側で多分開いてるしね。トラッパー。ないな。小さい方、いや、こっち側ないぞ、多分。多分ね。わかんねえけど。これ、キーで行ってもらおう。あ、なんだっけ？修理担当者じゃなくて、なんかついてるな。切磋琢磨ついてる。いい。これ言ってくれてるかな？どうだろう？あら。切磋琢磨。切磋琢磨してんだけど。これどう？いけてるか？俺行った方がいいか？あ、ナイスナイス。
これで消えていこう。このセルフケアがある安心感、こっちが意外と安全かもな。これが開くなよ急に。おい、ナイスだ。おい、でここやってあっち行こう。残り1台まで頑張ればいけそう。あ、でもラスト、ラスト兄貴。じゃあこれ突破狙う。てかあれ返してほしいな、工具箱。回復なあ、どうだろう。レベッカ回してほしいんだけどな、発電系。やってるやってる、ナイスナイス。ワンチャン突破、ああ、いいね。あれデッドハードか、なんか長いよね。オフレコか。ハイパー肉壁マン、あ、これ大丈夫よ、こっち側。チナチナ大丈夫。いけ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 。でもこっち側、ここでセルキア、あ、そう、強制空気あるから。あ、しかも目の前にあれ、意味ねえ。やばい、ちょっと強すぎる、強制苦行が。強制苦行刺されてる。いて、セルフケアできねえ。強くね、このパーク。強制苦行強くね。マジで辛いんだけど。俺のセルフケア無効化してくる。あと、代来も地味に、地味にやばい。突破が活かせねえ。やべ、メタパーク持ってくんなよ、マジで。強制苦行。まさかのパーク刺されてんだけど。いや、でもあっち側つけたから、こっち側の発電機回してると思った。あっち行ったね。だからここはワンチャンいけるかもしれない。な、頼む、2回ら回復して見つかってくれないか。それかここ引き継いでくれないか。強制空業が長い。いや、思ったより長いな、杉尺。ミカちゃん、ミカちゃんじゃねえ、レベッが見つかるとやばそうだけど、ラスト出して数年あんの。ここワンチャン通るかもしれない、見とこ。さあ、いけるか。ね、これ普通に。あ、振らない。ああ。あ、でもあっち側開けられるならいい。で、こっちが釣るよなー、これ。そこのゲート前。これちょっと厳しいか。さあ、どう？どうって顔してるな、二人。すげえ迷ってる。まあ、これは出るかな。出るっぽい。あ、ちょっと待ってくんね。一瞬待ってくんね。あ、ダメでした。ありがとうございました。見てから出んの早っ。さあ、最後のお楽しみのパーク確認タイム。おとり切磋琢磨、生存術解放。お、悪くないね。で、突破。え、突破、突破見る。かぶりかぶり、すごいかぶりしてるよ。突破あったんだ。で、兄貴が呼び出し。呼び出し、あ、やっぱオフレコあったんだ。で、一緒にいよ、リーダー。で、強制苦行。これふざけんな、このパーク強すぎるだろ、マジで。